流行は、真の官僚。字は、松岩尾。河南省、大野安市県出身。同校27年に真士となり、チャンス省で知県を歴任する。皆、豊か3年、太平天国軍によって、南京、揚州、鎮江が陥落すると、小島海の流霊川も放棄して、上海を占領して、周辺の川さ、南木、家庭、鉱山。 政府の各県を陥落させた。流行は、チャンス準部、ジルハンガの命で、共有300人を率いて、家庭を奪回した。皆、豊か8年より、上海地県となった。流行は公平であったため、漢人西洋人双方から尊敬された。やがて、太平天国軍が、蘇州、広州を陥落させると上海は孤立。 太平天国の李秀重が松江を陥落させて上海に迫ったが断念と共有を動員して防衛に成功した。皆、豊か元年にも太平天国軍は砥を落として上海を目指したが再び敵対した。この功績でチャンスーアゼチ、ついでチャンス不正士に任命された。李工省がチャンス準部に就任すると Y 軍の軍務を統括した。 同治4年に李工省の公認のチャンス準備に任命されたが、母の死により、辞職、同治5年に故郷で死去。ありがとうございます。